いわき市石炭・化石館は、福島県いわき市常磐湯本町あざ向田にある博物館である。1984年に開館。いわき市、特に本施設が立地する旧常磐市は、かつて常磐炭鉱の企業城下町として発展し、現在でも炭鉱の坑道跡を利用した温泉施設が有名である。また、いわき市内では多くの化石が発掘されることで有名であることから建設された。2010年4月22日、リニューアルオープン。同時に、全国公募により、愛称を、ホルルとし、ロゴマークも新しくした。営業時間は9時から17時まで。休館日は、毎月第3火曜日と1月1日。入館料は、一般660円。館内は化石展示室と、石炭展示室に大きく分けられる。化石展示室には、いわき市内の化石と、世界各地の化石が展示され、地球の歴史を学べるようになっている。突起は、いわき市内で発見された双葉鈴木竜の全身復元骨格、三条標本といわきクジラ。陸海空の古生物化石を網羅し、特に海生爬虫類の標本が充実している。ザ・鉄腕・ダッシュの企画で、TOKIOのメンバーが2002年に、市内、大久町で発掘した主潮流化石は当館に寄贈され展示されていたが、現在は、いわき市海流の里センターに展示されている。いわきの石炭は3500万年前のメタセコイアの植物化石。石炭展示室は世界各地、日本各地の石炭サンプルを展示解説する。また、常磐炭田の歴史や採掘道具の展示などや、昭和10年頃の炭鉱町の生活を復元したコーナー、坑口エレベーター、模擬坑道などが再現されており、当時の雰囲気を体感できる。この場所は2006年の映画、フラガールの常磐炭田のシーンに使われた。2010年のリニューアルに伴い、展示物の配置や照明などの展示の工夫、エレベーターの増設やバリアフリー化などにより以前より見学しやすい施設になった。また隣接するウッドピアいわきではフラガールなどで使用された台本や衣装などの展示を始めた。1階2階屋外展示。ありがとうございます。